自転車にまたがってるので軽車両扱いです。ここで自転車を降りて歩行者に早変わり。近づいてみるまでは自転車に乗車しているか降りているかわからないので、横断歩道付近に人がいる場合はしっかりと減速しましょう。標識。付近に歩行者が。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。周囲を確認する歩行者メス。近づいてくる。自転車は車道を走る際は車用信号に従い停止線で停止しなければなりませんが、停止線を越えて横断歩道の先で停止、歩行者もいたのに危険です。歩行者信号もまだ赤ですが、自転車もしっかりルールを守りましょう。ノーウィンカーで右折。左側からは一時停止の標識。一時停止線を徐行で通過。交差点内で停止。交差点内等で停止する恐れがある場合に交差点に進入すると違反になります。右左折時を除く。側面からは一時停止ですが、
徐行で通過、徐行で通過。無視して通過、この時あなたは何に注意しますか？車の陰に歩行者がいました。もう一度見てみましょう。歩行者がいないことが明らかでない場合は、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。左折車にかぶせて早曲がり右折。早曲がりすることによりピラーの死角ができ、横断車に気づかず巻き込む危険性もあります。右側からは一時停止の標識。徐行で通過。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。